鈍感タイプはもともと感覚を入れる容量が大きいので普通の生活だと足りないんですね。そして敏感なタイプはもともとの器が小さいので保育園や幼稚園のような集団の保育の中だとたくさんの刺激に囲まれてもうこの感覚刺激はいらないよ入れたくないよという状態が出てきます。鈍感なタイプはもっと入れたいと思えば動くし 敏感なタイプはもう入れたくないよと思うと動かないばかりか脳の中をぼーっとさせるわざと入れないための対策を立てるということになりますつまりこの感覚欲求に注目すると鈍感なタイプは多動になってしまうんですね刺激が入りにくいのでより強い刺激がたくさん必要なんですつまり走り回るのも 座っていて急に足をバタバタと踏みしめるのも立ち上がってくるくる回るのも感覚を求める行動感覚を探求していくタイプとなります敏感なタイプは不注意に見えますなぜなら少しの刺激をとても強く感じて感覚を避ける脳をぼーっとさせるような行動に移っていきますつまりいつもぼーっとしているのでお話をしても入らない 指示を伝えても聞いてないというようなことも起こります。これを感覚防衛反応と私たちは見ていきます。さあ、この2つのタイプ、どんな風に支援したらいいのかなということなんですが、例えば、この椅子の上に座布団が引いてありますね。この座布団、黒い座布団の中には木のボールがいっぱい入っています。つまり、 座ると感覚が入ってこないから立ち上がりたくなる子がこの木のボールによってゴツゴツとした感覚が太ももやお尻のあたりから入ってくるつまり座った方が感覚が入るんですねですから座れない子が座りたくなる魔法の座布団なんて呼んでいますこの座布団は売っているんですけど買うと結構高いので私たちは 保育者さんたちにこれ作れるよっていつもご説明します。まず100円ショップに行って布とスーパーボールを買ってきます。まず布を袋状に縫います。そしてスーパーボールを適当に入れます。適当に入れたところで子供に座らせるんですね。座ってもらってどうって聞いていいねって言ったら最後直線縫います。そして座布団が出来上がります。 座れないお子さんが4人いた2歳児のクラスの先生が4人にこの座布団を作りました。そして4人とも座らせてみたら全員座ったそうです。そしてその中の一人のお子さんがですね、この座布団を帰りに抱きしめて、ぎゅーって抱きしめて、こう言ったそうです。先生、僕これお家に持って帰りたい。 つまりそのぐらい気に入った座りやすい座布団だったということですね。